どうもありがとうございます。ボンボンズ、インさくらんぼ、公演にお越しいただきましてどうもありがとうございます。まず第1曲目にお送りした曲は、セレブレーション、2年前に私たちはレコーディングして、あ、 CD を出したんですが、それのタイトルチューンになります。セレブレーションという曲からお送りいたしました。今日の、素晴らしいメンバーを紹介したいと思います。ドラム安藤正則、そしてベース吉田豊、ピアノ佐久間優子、トロンボーンボーカル上杉優、トロンボーン駒の一味でお送りしたいと思います。ですね、今日はですね、ほとんどオリジナル、ちょっとだけスタンダードを混ぜながらお送りしたいなと思いますが、次の曲は上杉優のオリジナルで、ビアードマン、ヒゲの男という曲をお送りしたいと思います。
という、ブラジリアンの曲でした。ユウさんはね、結構あの結成 当初から歌を歌ってくださっていて、いろんなレパートリーがありますが、これはかなり元気で、ね、盛り上がりますね。パネキンにお送りしました。次は、バラードをお送りしたいと思います。バイトンサックス あのジェリー・マリガンの名曲で、ナイトライツをお送りしたいと思います。
ジェリー・マリガンの名曲ナイトライトをお送りしました。今までねやった曲は全部セカンドアルバムに、収録された曲でして、次の曲も入ってますね、入ってますね。今日アルバムを持ってきていまして5枚だけなんですけど、先着5枚だけなんですけど、もうお持ちの方はいらっしゃるかなと思うんですが、もしまだ、お持ちでない方も持ってる方も、はい、先着5名で、あります。セレブレーションというアルバムで2017年に出ました。はい、もう早いですね、2年経ってますが、そう、ゆうさんが、お子さんを、ね、産んだのでちょっと休んでいた時期もあったりして、で今はちょっと復帰して2ヶ月に1回やってるので、あんまり頻繁にはやってないんですけれども、こうやって皆さんにお集まりいただいてとっても嬉しく思っています。ありがとうございます。そう、結構今日は全国各地から来ていただいてですね、今日は青森からお越しいただいた方と、あと静岡からお越しいただいた方、あといますか他から、関東じゃない人、このお二方どうもありがとうございます。このセットどうしよう、なんか割と早く進みすぎてしまっていて、ちょっとさっきゆうさんとはどうしようかっていう話をしてたんですが、まあ、とりあえず予定してた曲をやりたいと思います。ゆうさんのオリジナルで FSDC という曲です。
急遽セットリストが1曲増えまして、セロニアスモンクの名曲、パノニカをお送りしたいと思います。この曲アレンジは一番最初私たちがライブをやった時からずっとやってる曲です。はい、お送りしたいと思います。
休憩いただきたいと思います。どうもありがとうございます。皆さん2回目のステージは50分からいきます。20分休んでください。あの彼女たちの CD あそこのオルガンの上に置いてあります。よろしかったらなんかあと5枚しかないそうですね。家にはいっぱいあるんですけど。あ、そうか。なんだ。売れてるふりしてる。あのちなみに、この前ボルトのライブでミツカが持って帰るのを忘れてあそこに置いたままにしてボルトの CD もあります。それと私が片岡雄三とか早川隆明とか西田さんとかで、ティースライディングっていう、CD、 これはトロンボーン吹いてる人は全員持ってなくてはいけない CD なんですね。これもあと2枚しかないです。よろしければあそこにあります。みんな若い人はあれで勉強したんでね。じゃあ50分くらい行きますが、演奏中トイレ行きたい人は1階にあります。1階外へ出てぐるっと右に回ってください。ビルに入る、廊下があります。ちょうどこのトイレの真下にありますので、いつでもどうぞ勝手に出てもらって結構です。でオーダーしたけどまだ物が来ないっていう人いませんか？なんでしょう。あ、やっぱり。やっぱり
ありがとうございます。セカンドセット、1曲目は先ほど急にリクエストをいただきまして、私たちのセカンドアルバムにも入っている曲なんですけれども、I'm Gonna Go Fishing という、これは作曲者はエリントン、デューク・エリントンの曲、三拍子のブルースをお送りしました。プランチャーミュートを持ってきていなかったので、急遽岡田さんがお椀を貸してくださったんですけれど、案外使いづらくて、すみません。ちょっと、移動しちゃいましたけど、でもね、はい、楽しかったです。ありがとうございます。はい、では、じゃあ2曲目いきたいと思います。次の曲は、いつみちゃんの書いたオリジナルの曲なんですが、まだ実はタイトルが決まっていないんですよね。募集中だってちょっとあるライブで行ったらたくさんメッセージが来て、こんな曲のねタイトルがいいんじゃないかってたくさん来すぎて帰って迷ってしまってるという感じなんですが、そのまだ決まってないですか。はい、じゃあお聞きください。
美しいバラードも、ごまの一緒に作曲で All Once Life というタイトルがついてますね。CD にも入っている曲なんですけれども、説明します。大丈夫です。はい、じゃあ個人的に後で聴いてみてください。はい、じゃあ、次の曲、いきたいと思います。次はまたちょっと雰囲気がだいぶ変わるんですけれども、カウントベーシーの、ナンバーから April in Paris という曲をお送りしたいと思います。
がとうございます。エイプリル・イン・パリスをお送りしました、ね、早いもので、次の曲で、今日は最後になるんですけれども、今日ねなんか雨も降っていたし、午前中は 風もね結構あってたので、お客さんいらしてくださるかななんていうふうに思って心配していたんですけれども、たくさんの方がねいらしてくださいまして、本当にどうもありがとうございます。さっき休憩中にえつみちゃんとちょっと話していたりしたんですけれども、やっぱりボンボンズね長く続いてやってきて、そのぐらい、すごい、ね、来年はそうだね、じゃあ10周年記念、うん、なんだろう、ツアーツアーそうですね、うん、本当にやっぱり続けていくことって大変だけど、やっぱり良かったねっていう話になって、これからもね続けていきたいと思いますので、応援どうぞよろしくお願いします。今年はね、もう行っていいと思います。2年前に、レコーディングする直前にスイスのトゥーボーンズというグループがありまして、そこの30周年、結成30周年の記念のツアーにご縁がありました。つみちゃんと私2人で呼んでいただきまして、3週間ぐらいツアーを回らせていただいたんですが、その彼らが、なんと今年の秋に日本に来ることになりました。そうなんです、うん、スイスの逆バージョンということで、今度はボンボーンズにトゥーボーンズの2人がいらして、フォートロンボーンで、11月の前半ですね、2週間かけて、ツアーをすることになりました。やります、もちろん。すいません、なんかね、さくらんぼでもぜひやらせていただきたいと思ってたんですけど、いや本当に、ただ今回本数が少なくてですね、ちょっとキャパの多いお店じゃないとっていうねことで、泣く泣く、すいません。トゥーボーンズのことは、ね、ご存じない方も結構多いかと思うんですけれども、ポール・ハーグさんということとダニーロ・モッチャと2人でやってるんですけれども、ポールさんも今ちゃんが正しいと思います。ありがとうございます。私結構いい加減なんで頭の中が。76歳、うん。もう結構ご高齢なんですけれども、頑張って飛行機に乗っていらしてくださるということで。でダニーロ・モッチャさんは、60代、うん、ぐらいなんですけれども、彼らは実は私、トロンボーン始めた頃自分のアイドルでして、CD をいろいろ買ったりして、当時アマゾンとかもねあんまりなかった頃だったので、直接手紙を書いて CD を送ってもらったりとかしたこともあったりしたんですが、その方たちがね来て、はい、東京でのライブは2カ所、決まっていて、11月の、6日、木曜日が、あ、ちょっといつみちゃんに言ってもらえますか。すみません、他店の宣伝になってしまいますが怒らないでください。11月6日の木曜日が、赤坂 B フラット と、11月12日の火曜日が、サムタイムです。吉祥寺のサムタイムになります。この2カ所ですいませんもしよかったら皆さん今からメモっていただいて、そしてですね東北も行きます。多分まだちょっとオフィシャルじゃないんですが、はい、よろしくお願いします。はい、静岡は決まったの？静岡は行きます。ライブじゃなくてライフタイムになります。それはあ、ケルはやらないんだ。そうなんです、スケジュールが合わなくて。あ、はいはい、またお知らせします。そうなんです、静岡に行ったり群馬に行ったり、するんです。
あ、そうですね。イルマをホールのですかね。それは、11月の、6日。6日。え、ちょっと待って、なんか違う。あ、B フラットの前の日ですよね、確かね。ごめんなさい、B フラットが7日かな。7日、ね、ごめんなさい。はい、まあ、そのうちね、知らせすると思うんですが、そんな楽しみもあるんですが、9周年の時にね、はい、はい、そして、次の曲最後なんですけども、これも、この曲はあのスイスに行った後にあのインスピレーションを受けて書いた曲なんですけども、スドゥップルという曲で、お別れしたいと思います。で、最後に、メンバー紹介をしたいと思います。オンドラムス安藤正則、ベース吉田豊、ピアノ佐久間優子、トロンボン駒野逸美、デビュー主流でした。どうもありがとうございます。Thank you.
ピアノ佐久間優斗、ベース吉田裕太、ドラムサンド正則、トロンボン駒野泉、ベース杉浦でした。ありがとうございます。アンコール全然考えてなかったんですけど、どうしましょう、何やりましょう、なんかスタンダードやりますか。うん、じゃあ、スタンダードナンバーから I've never been loved before ってやってます。はい、お送りします。本当にありがとうございます今日は。